作るので、はい、一番に近づいて、はい、難しい配置になってしまう。そうですね。まあ、リリースが許されない状況なので、はい、やはり、まあ、こういうリリースしても多少は難しく絶対残ってしまうという形を、選択しているわけですね、はい、こういうところを選択しているのはやっぱプロのやっぱりトッププロの、まあ、すごさというか賢さであるんですね、はいはい、東見えてますので同じことを監視されるか。そうですね、はい、これも、残念ながら隠れはしなかったんですけれども、はい、イージーに副プロが狙える状態にはなっていないですね。はい、これはどっちがセーフティーが撮影するかで勝負、ね、が決まってくるという感じですね、はい、セーフティーというものに対して のちょっと説明なんですけれども、はい、ビリヤード その狙うというところは難易度がありまして、確率が低い球を、はい、プロの選手ですとあまり狙いにいかない、はい、試合ですと、ワンミスが命取りになる、この決勝戦もそうですけど、ミスをしたら、はい、ほぼ相手がそのゲームを支配して終わってしまうので、はい、相手に、イージーな球を、はい、ミスをして相手にチャンスを与えないようにすることが非常に重要になります。はい、そこで確率の低い、難度の高い球、今なんかもそうなんですけど、こういう球に対してより難しい球を相手に渡してターンを終了するというような戦略を使うことが多い、まあ、安全という意味なんですけど、セーフティーというのはそういうふうなポケットビリヤードの戦略のことを言います。はい、これも今、福プロは政府を選択しましたね。これは、どうやら、見えてはいるんですけれども、狙えるかどうかちょっとこれは分からないですね。どういう選択を川原プロがするかちょっと楽しみに見たいと思います。行きましたね。はい、ただ、ひょっとしたらこれ見えてしまったかもしれませんね。1番を、はい、本来は手玉をですね、こう送りながら1番はこういう位置に隠すつもりだったんですけど、少しこれが失敗をしてしまいまして、こういうふうに、もしかしたらなんですけど1番が見えている状態の可能性がちょっとあるんですね。ちょっとこれは分からないんですけれど、じっくり確認してますけれども、はい、微妙なところなんですよね。今ステップローは、はい、おそらく見えてないので、はい、最初にクッション、ここの壁を使って1番に対して、何らかのアクションを起こそうとしているんですよね。でどういう風に当てていくか、どういう角度で進入するかっていうのを確認してきたところですね。先にクッションに入れていきますかね。そうですね、先にクッション入れて、まあ、おそらく、まあ、何らか、やろうとしたと思うんですけれども、はい、まあ、攻めてここ行こうとしたのか、あそこ当てて、白い玉と手玉を離そうとしたのか、いずれかだと思うんですが、川原プロが今、一番のチャンスを出しました。はい、そうですね、こういう非常に近い球というのは、立ってみないとわからないところがありまして、はい、これも当然、最初に、黄色い球、1番に当てなくてはいけないですね。で間違えてこの8番の先に当たったらファールという形になって、しまうので、非常に、繊細なコントロールが重要な球になります。はい、上手についたんですけれども、でも当たった後に、はい、ちょっとおそらく手玉が8番に当たって、はい、8番に当たってこの辺に当たることだったと思うんですけど、はい、ちょっとわずか多分
コントロールの違いで、ちょっと走りすぎてしまって、はい、目玉が転がりすぎてしまった。8番に当たったのに、転がりすぎて、6番が先に転がりすぎて、普通に当てられないので、今というのは、こういうふうな形で、2番に当てていくというのが今、パワーの方が考えているのでありますね。先に壁に当てて、跳ね返して、はい、青の2番に当てに行くと、はい、普通だったらこの穴に入れたいんですが、はい、8番がこの高速を